こんにちは、レアルステート富山店管理栄養士の萩野です。今日はお家で簡単に作ることのできるサラダチキンスティックをご紹介させていただきます。お客様でもお昼お仕事が忙しくておにぎりや菓子パンだけになってしまう方がすごく多くいらっしゃいます。おにぎりや菓子パンだけですとどうしてもバランスが偏りがちになってしまうので、今回ご紹介するサラダチキンスティックは時間がない時も片手で簡単に食べることができて、タンパク質もしっかり摂ることができるので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。まずこちらが肉ダネの材料です。鶏ひき肉 600g、 鶏ガラスープの素小さじ2、醤油小さじ2、片栗粉小さじ2、塩コショウが少々です。で、今回はカレー味と柚子胡椒味、チーズ味を作ってみたいと思いますので、カレー粉、柚子胡椒、チーズ、黒胡椒を用意しました。はい、でこのポリ袋をそのままもうこの中で混ぜていくので、ここにまず鶏ガラスープを小さじ2、醤油小さじ2、で片栗粉を小さじ2、塩コショウを適当に振りかけます。で、袋の上から手でもみもみと混ぜていって、ムラがないようにしっかり混ぜていきます。はい、でしっかり混ぜ合わさったら、このように袋3つ用意して、この肉ダネを3等分にします。どうやって出そうか迷っております。ちぎれない、ハサミでちょっと切って出すことにしました。これも結構出しづらかったので結局スプーンで分けました。で、左側からカレー粉、柚子胡椒を、で最後チーズの方には、チーズは後から肉ダネを巻くときに一緒に入れていくので黒胡椒だけ適当に振っておきます。はい、でこちらも先ほどのように袋の上からしっかり混ぜていきます。ちょっとムラがないようにしっかり混ぜてください。はい、ではラップを広げた上に袋の端をちょっとハサミ、キッチンバサミで切って、ギューッとこのような感じで絞り出していきます。で、絞り出すときはちょっと手前側にしておくとうまく巻いていくことができます。緩いとちょっと形が崩れてきやすいので、一発目の巻きからしっかりきつく巻いていってください。はい、で同じ要領で柚子胡椒とカレーの方はこんな感じで巻いていってください。だいたい一袋で 2,3 本作ることができます。
で次チーズの方もとこんな感じで出していって、でこれを少しずつちょっと薄く広げていきます。はい、で広がったらスライスチーズを半分ぐらいにしたものをくるくると丸めてこの上に乗せて、また同じように巻いていきます。ちょっとチーズが出てこないように入れ込みながら巻いていきます。はい、全部完成しました。ではこれを次アルミホイルで3つずつ3本ずつぐらい包んでいきます。はい、では次はこれを蒸していきます。蒸し器がなかったので大きいフライパンと底の深いフライパンの上に湯のみを置いて、その上に平らなお皿を置きます。はい、これで蒸し器の完成です。ではここにケトルで沸かしたお湯を入れていきます。だいたいフライパンの半分ほどぐらいまでお湯を入れ終わったら蓋をして、で中火で20分ほど蒸していきます。完成しました。あとはこのままアルミを広げて粗熱を取っていきます。2、30分ほど置いていきます。今回はこの3つの味を作ってみましたが、他にも刻んだブロッコリーや枝豆なんかを入れるとボリュームアップして美味しく食べれると思います。簡単にできてすごく美味しいので、ぜひ皆さんも作ってみてください。本日もご視聴誠にありがとうございました。レアルステートでは全店インスタグラム、ツイッターもやっておりますので、フォローお願いいたします。